ティム・クリス・テンセンは、デンマークのミュージシャン、シンガー・ソングライター。ロックバンド、ディジー・ミズ・リジーのメンバー。1974年、デンマークのコペンハーゲンに生まれる。ロックが好きな父親の影響で、幼い頃からロックに親しんでいた。1988年、小学校時代からの友人であるマーティン・ニールセン、人学年先輩にあたるソレイン・フリスともに、ロックバンド、 ディジー・ミズ・リジーを結成。ティムは、ボーカル、ギター、また作詞作曲を担当。バンドは1994年にレコードデビューして以降、デンマークにおいて、絶大な人気を誇った。1998年に解散後、充電期間を経て2000年より、ソロミュージシャンとして活動している。ソロアルバムでは、ギター以外にも様々な楽器を演奏し、一部の楽曲はティムが、 全パートを担当している。2002年、ティムの楽曲、ラ i g h t Next to the Light One が、デンマークのテレビドラマ、ニコラ・オージー、ジュリーの主題歌に起用される。同曲は、2003年のアルバム、ハニーバーストに収録され、2007年には、セリーヌ・デオンのアルバム、Taking Chances でカバーされた。ありがとうございます。